バルソロメオス一世、バルソロメオス一世総主教、1940年2月29日体は、コンスタンディヌーポリ全地総主教であり、聖教会の大一人者、ファーストアマング・イーキルズである。1991年11月2日より、在位しており、バルソロメオス一世は、世界の3億人の聖教信徒の精神的指導者で、ある。天舎には、 様々な方法があるが、本記地名は現代ギリシア語からの転写によった。コンスタンディヌーポリ全地総主教は、単にコンスタンディヌーポリ総主教、全地総主教、エキュメニカル総主教とも呼ばれる。バルソロメオス一世は、イムブロス島、ギリシア語名、トルコ語名、ギョクチェアダ島、ゴキシーダのアギオスセオドロス村、ギリシア語名、トルコ語名、ゼイテンダコユニ、 フリストスとメロペアルフォントニスの息子として生まれた。世族名はディミトリオス・アルフォントニス、ディミトリオス・アーカントニツ。市民権により国籍はトルコであるが、民族的貴族はトルコにおける少数の残留したギリシア人である。ディミトリオス・アルフォントニスは記事、イムブロスにおいて小学校に通った。高等教育はイスタンブールにあるゾグラフヨリキオ学校。 で受けている。ほどなくして、新学校総主教長神学校、春基人学校で学び、1961年に主席で卒業。直ちに、タスク祭に、助成され、バルソロメオスの修道名を授かった。バルソロメオスは、トルコ軍で予備役長校として1961年から1963年までの間兵役義務を果たした。 1963年から1968年までの間、バルソロメオスは卒業後の勉学を、ローマのポンティフィカル・リエンタル・インスティチュート、スイスのジュネーブ大学、ドイツのミュンヘン大学で治めた。博士論文は、教会法についてであった。同年、彼は、ポンティフィカル・オリエンタル・インスティチュートの講師を務めた。イスタンブールに戻った1968年から、 ルキシン学校で教鞭を取り、1969年にはアシナゴラス一世により、被災に、女性された。ディミトリオス一世が1972年に、全地総主教に着座し、総主教長を設立するバルソロメオスはその理事となった。1973年の後誕祭に、バルソロメオスは、フィラデルフィアノフ主教となり、総主教長の理事として、ハルキドン、 の不主教に1990年に着座するまでそちいにあった。1974年3月から全地層主教に着座するまで、バルソロメオスは、聖のどの構成員の一人であり、多くの死どの委員会の構成員でもあった。バルソロメオスは現代にリシア語、トルコ語、イタリア語、ドイツ語、フランス語、英語を話すことができ、古典ギリシア語とラテン語にも堪能である。 2008年にタイムの世界で最も影響力のある100人の一人に選ばれた。全地総主教としては彼は国際的に大いに活躍している。彼の最初の目標の一つは共産主義が1990年に崩壊した後東側諸国において弾圧を経験した聖教会を再建することであった。そのための努力の一環としてバルソロメオスは 相互両性関係にある諸民族教会と諸宗主協調との関係の強化に動いた。またローマカトリック教会との和解のための対話も前任者たちと同様に継続している。また他のキリスト教諸教派も含めイスラームやユダヤ教との対話も始めた。おそらく特筆されるべきはバルソロメオスは環境主義者として極めて高い評価を得ていることであろう。宗主教調は 様々な国際的環境問題に対して支援を行っている。このことによってバルソロメオスは緑の総主教ザグリーンパトリアルク、緑のパパザグリーンポープとも呼ばれている。2002年にはソフィー賞を受賞した。またアメリカ合衆国政府の立法府によって与えられる賞としてはおそらく最高位の栄誉である議会名誉文勲賞も受賞している。 バルソロメオス一世は1924年から行われていなかった政教を更新するための遠隔地における方針例をトルコ政府の国家主義に圧迫されつつ行っている。ヘーベリ島にある総主教庁の春木ン学校はトルコ政府の命令により1971年から閉鎖されたままである。全地総主教バルソロメオスの就寝地は これまでのところ、政教会館の協力関係、教派館及び宗教間の対話、政教諸国、イスラーム諸国への訪問によって特徴づけられている。教会の行為聖職者、政府の交換との相互訪問が数多く行われている。彼が宗教上の自由と人権を向上させようと努力していること、世界における宗教的寛容を促進するにあたって指導している子は広く知られている。 ローマ教皇ベネディクト16世が2006年11月にトルコを訪問した際、イスタンブールをバルソロメオス1世の招待により訪れた。ベネディクト16世は最初の首都であり、コンスタンディヌーポリ教会の守護聖人である聖アンドレアスを記憶する法人令に賛同した。これはローマ教皇による全地総主教長訪問としては3回目のものである。 一回目は1967年のパウロ6世によるもの、二回目は1979年のヨハネ・パウロ2世によるものである。2006年11月19日にトルコの日刊誌サバフに掲載されたインタビューの中でバルソロメオス一世は宗教上の自由とローマ教皇のトルコ訪問の話題に触れた。その中でバルソロメオス一世はトルコ市民として 我々は税金を払っています。兵役についています。選挙に参加しています。我々は市民としてすべてを行っています。我々は同等の権利を求めています。だがそれは実現されていません。中略もしムスリムが進学を学びたいと欲すれば24時間開いている進学教育機関があります。さて我々はどこで学びますと述べ。 春期新学校が閉鎖されていることに言及した。また、我々は6世紀より、この称号を保持してきているのです。中略、全地の語は、政治的内容を含みません。中略、この称号は、私が主張するただ一つのものであります。私がこの称号を取り下げることは、絶対にありません。とも述べ、トルコ政府によって承認されていない、全地の称号の問題についても言及した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。